ちょっと誰か8時に起こして東京駅行かなきゃいけないから、もうあと8時に起きないとハードだよ、うん、寝ないでしょ。いや寝ないと来るんだもん、うん、あ、じゃあミコ起こして、ミコそれも苦痛か、女の子と会いに行くのにミーコに起こしてもらうって、うん、なんかモーニングコールとか得意そう、うん、やめな。じゃあリスナー電話して、うん、じゃあ終わるわ。ちょっともうナイスは諦めます。金梅さんといい勝負だけど、ね、1000人いてしたらもうちょっと増えてもいい気するけどな。あと160人で1位になれるんだけど、養分って30分しかやってないよね。30分に負けちゃうんや、どう思う？ゆりなちゃんが起こしてあげて。ゆりな起こしてくれる ?8 時に、うん、どんだけ復活したから、いや普通に5、600は普通に行くかなと思ったよ、うん、対してリスナーもいなかったね。もっといるかなと思った。こんなもんか。1日結構頑張って1000ぐらいじゃない、必死こいて。小猿にナイス、しょうがないじゃん、強いんだから。ゼロは分かってない。何が分かってないの、うん、勘違いしたら何が、あ、そんな簡単にいくと思ってたのが、うん、まあそうだね。幸せになれるのに、あの右下の拍手マークを押せば。明日、今日ミーコに会うって言ってないじゃん。なんでそんなミーコのこと嫌うの？ミーコはほんといい子なんだよ。ミーコいい子、元気な子、うん、ミーコはいい子ですよ。はぁ、はって何？いつも枠つけるとはって入ってくるやついるんだけど、誰なのあいつ。ブロックするよ。総合2位になってる三浦くんじゃん。三浦くんに引き下がれないか。先月1位、マンスリー覇者、今月もやるの？大概にしなよ三浦くん。大山さんの次は三浦くん。もうしつこいて、毎月毎月。三浦くん、三浦くんって何者？大山さんのとこのリスナーさんだよ。一匹50個ありがとう。大山ちゃんと交代制。三浦くんの枠に大山さんがリスナーとしているんじゃない？すごいでしょう。俺と養分がローテーションでやってるのと一緒だよ。うん、大山さんグループだって。
あの金目鯛ちゃんっていうすごい人がいるんだって。うん、まあうちのねドカノメちゃんクラス、うん、あ金目ちゃんか、あの人がすごいんだって。まあうちの社長勢が本気出して勝てるか勝てないかね。で三浦さんやってるの今。うん、やってた？ラジオでしてるの？大山さんとは全く関係ない。なんで？大山さんが釣りしてるとき三浦さんと釣りやってたじゃん。俺深夜に大山さんとこ行って大山さんリスナーにね一人ずつリプ送ってたから詳しいんだぞ。誰か来たらいらっしゃいってリプで挨拶してやってたんだから。知らないでしょ俺の活躍を。三浦さん見たことあるんだけどルイ・ヴィトンのジャンバー着てたんだって。おかしいなと思ったもん。ヴィトンのジャンバーだよ。どんな金持ちだと思ったの。いやらしい。その成果もあってたまに金目ちゃん来てくれるんだ、うん、たまに、うん、あ、2個あります、うん、いや、セコイとかじゃなくてやっぱりあの売名に行くのも大事でしょ。売名もしないと爪切るわ久しぶりに。ちょっとゆりにゃちゃん爪切っとか。あー50個ありますありがとうね。ありがとう。ビールね美味しそうだったね。もう2個ないっす。モンジョリもリスナー泥棒。ああ10個ないっす。おっとおかよかよも2個ありがとう。ああ10個ないっす。いいね。このイベントは面白くなりそうだね。みんなと戦うからね。ああ50個あります。でもうちはちょっと先月もやってるからどうなんだろうね。余力ある？匿名さん余力が。お2個ありがとう。毎月だからね。ああ10個あります。すごいね。もうイベント終わったばっかりにありがとう。このイベントは大事だよ、かなり、うん、あの王者が決まる。王者多分みんな出ると思うよこれ。10個あります。あの後半のやつは出ても意味ないんだ。前半出ないと。で、あの現金100万円か、これ総合1位の人しかもらえないけど、総合1位の人現金 100万円、それかあの70g の純金、あ違う、何グラムだっけ、何グラムかの金がもらえる。で金が今金の相場ってあるじゃん。で相場で見るとだいたい金が70万ぐらいだったからこの100万のが得だなと思って。2位はなんか
2位ももらえたと思うけど、うん、2位は50万円だっけな。あ、 100g 今70万なんだよね多分、金の相場が 100g 70万円なんだよ。諦めないけど、うん、もう寝よっか。コメントも止まっちゃったし、じゃあ明日朝8時集合で、8時からやります。よろしいですか。初日の出配信、もう日の出出てるんじゃない？初日の出は多分。いや起きれないくせにさすがに起きるでしょ。何？俺起きれなかったらゆりにゃちゃん9時東京駅でずっと待ってるの俺起きるまで。そんなかわいそうなことしないでしょ。そんなことするやつだと思った？待ち棒かわいそすぎるでしょ、兵庫から来るのに、うん、ありがとうございました。じゃあ皆さんね、あの今年もよろしくお願いします。一つ感じで、じゃあ昨日からまあペヤングとね、ペヤングは1個とちょっと食べましたけど、あの年越し配信でした。ありがとうございました。じゃあねみんな、またね、ありがとう。まあナイスが欲しいけどな。もうちょっとなんだけどな。と寝室行くか。俺もやりだすと悔しいからな。そうか、ちょっとね、もう一声、イベントも大変だけど、イベントもちょっとね、つかこっちの部屋寒いわ。俺の寝室開けとるわ、寒すぎるわ、寒いわ、死んじゃう、寒い、こっちの部屋エアコンがないからさ、キンキンに冷えてる、寒すぎるわ、うわ震える、あの寒い。マリッチ X6 いらっしゃい。マリッチ年越したから X7 に引き上げね。
うん、うわ、寒い。あ、うん、で8でゴールだから頑張ろう。うん、いや、向こうの部屋についてこっちの部屋にないんだよ、エアコンが。